演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ちら、井村屋の冷凍の大福どら焼ききなこおはぎを食べたいと思います。こちらがどら焼き、こちらがきなこおはぎ、こちらが大福です。冷凍の和菓子、業務スーパーの大福もあります。井村屋さんも大変なんです。あんまんとか美味しい井村屋さん、和菓子も期待に持ってますね。それではまずは準備を。準備完了しました。電子レンジと自然解凍のどちらでもいけるというものなんですが、今回は自然解凍しています。どら焼きなんで、ほら、こう丁寧にこう包装してくれてますよ。きな粉もしっかりかかってますし、大福も美味しそうですね。それではいただきます。まずはこの大福からいきますね。どんな感じなんだろう。見た目は市販されているレーズン大福と遜色ないですね。いや、これも売られてるんですけどね。ではいただきます。やった、結構しっかりとした弾力あるお餅だね。冷凍だと侮れない。続きましてはどら焼きいきます。こちらも結構小がぶりながらも本格的ですね。冷凍食品とは思えません。ではいただきます。あのロボットにも食べさせたくなるぐらいふんわりとした美味しい食感ですね。これも冷凍だと思って侮れない。最後はきなこおはぎ、ちょっとご飯の粒々が見えますね。これも美味しそうです。それではいただきます。結論から言うと冷凍和菓子侮れません。きなこの香ばしさもおはぎのもっちり感もしっかりあります。温かいとまた違う。最初に食べた大福は外側のお餅がしっかり弾力があってちょっと固めでしたけど、しっかり噛むことができて美味しかった。中のあんこもさっぱりとした甘さで良かったですね。で、2つ目のこちらのどら焼きも外側の生地がしっかりとふんわりした食感を保っていて、その中にあるこれまたさっぱりとしたあんこが本当によく合っていました。個包装なのもという気遣いがあるのも嬉しいですね。で、本当にふんわりで未来のロボットとかも食べたら喜びそうです。そして最後のこちらのきなこおはぎ、表面に見えてるのをちょっとご飯の粒も感じることができて、きなこ香ばしく、なおかつ中に入っているあんこも、まあ、これまたさっぱりとした甘さでした。なんか全部あんこはさっぱりとした甘さで締めてますね。でも本当だから仕方ないみたいな感じになって、はい、ただいずれもさすがに常温で市販されているものよりもこっちの方がいいわっていうようなレベルではちょっとなかったですが、これ冷凍食品としてお手軽に和菓子を楽しめるというのはとってもいいと思います。ただもうちょっと冷凍ならではの変わった味の冒険とかもしてもよかったかなという思う部分もちょっとありますので、こちらの点数とさせていただきます。全てです。今回食べる3品でも本当にいずれも美味しかったです。ありがとうございます。それでは、夏までに柱立てるやこの体、夏までに柱のような体になりたいということなのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。